Yahoo 検索大賞、大谷翔平が大賞アスリート部門をダブル受賞。同賞は2014年に開始され今年で10回目。今回の結果は、2023年1月1日から同年10月15日の集計データをもとに発表している。2023年に最も検索数が急上昇した今年の顔を表彰する Yahoo 検索大賞2023が5日発表され、米大リーグエンゼルスの大谷翔平選手が大賞と、アスリート部門1位をダブル受賞した。二刀流として投打で活躍し、日本人初、アジア出身の、選手としても初のホームラン王に輝き、WBC では日本の優勝に貢献し MVP を獲得するなど、シーズンを通して検索されたという、余裕賞、Yahoo 検索大賞、アスリート部門、1位大谷翔平、2位ラーズ・ヌートバー、3位吉田正尚、4位ダルビッシュ有、5位高橋藍。ほぼ野球、Yahoo ニューストピックフォロワーも大谷がダントツで多いから妥当。アクセス数もフォロワー数に比例して多いだろう。検索ワードか。それなら有権とか一部の企業の一部の人が勝手に決めてる有効語なんかよりは信頼できるな。Google 検索ランキングでも大谷ダントツ1位だからな。Google でも同じような結果になる。そらそうよ。安村も野球部だったし野球関係者多いな。単語検索じゃなくて、ニュース検索かな。完全に野球の国で草。大谷一人で野球の印象を変えてしまった。このチャンネルでは南西でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しのないよう、よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。